カットライン。俺の名前はヒロシ。子供向けのおもちゃを製造販売している会社で働いています。こいつは結婚して1年になる俺の嫁カナエ。大手企業のマカルナージュピエ株式会社、略してマカロン社に勤務しています。電子マネーはマカロンペイ。あ、最近この CM よく見るな。ポイント 1000% 還元祭実施中。 1000%? 100円買い物したら1000円分ポイントもらえるってこと？俺も使ってみようかな。嫁との出会いは1年前。会社の直営店でマカロンペイの使用を検討していた俺はマカロンペイの説明会に参加しました。その時マカロンペイの説明をしていたのがカナエ。カナエに一目惚れした俺は説明会そっちのけで猛アタック。マカロンペイの導入ついでに結婚まで至ったのですが、1年前くらいから嫁の態度が冷たいんです。今日も残業の予定だからご飯勝手に食べてよね。そりゃいいけど、最近カナエ働きすぎじゃないか。体調崩さないか心配だよ。あんたに心配されるほど弱くないから。じゃ、相変わらずツンデレなんだから可愛いな。キモ。こんな感じでピリピリしている様子。さらに仕事を理由に遅くまで帰ってこなかったり、ひどい時には数日帰ってこないことも多かったので、会社で何かあったんじゃないかって心配してたんです。俺はそんな頑張っているカナエの力になれればと率先して家事を行っていました。ところがどうやらカナエが頑張っていたのは仕事ではなく、片倉部長、いつになったらカナエを嫁さんにしてくれるの？待ってろよ、昇格したら迎えに行ってやるからよ。それっていつ？明日？おいおい焦るなって。来年には俺は昇格が約束されてるからな。今の嫁なんて捨ててお前と再婚してやるぜ。やったー、カナエ待ってる。ねえ、なんで今の奥さんと結婚したの？部長のこと愛してたの？私だったのに。あの結婚は間違いだったんだ。お前の魅力に気づくための回り道に過ぎなかったのさ。カナエこそなんであんな中小企業の男となんか結婚したんだ？だって部長が結婚しちゃってから寂しくて、誰かいないかなって思ってた時にタイミングよく告白されたからつい OK しちゃったの。ノリと勢いってやつ。最初は優しくていいなって思ったんだけど、平凡すぎてつまんなかったんだよね。それで俺が言い寄ったのを受け入れたのか。ひどい女だな。部長だって奥さんいるのに私のこと口説いたじゃん。お互い様でしょ。それもそうだな。あ、そんなことより今度俺の昇進を祝って旅行に行かないか？長期休み取ってさ、ほら前に熱海行きたいって言ってただろう。いいの？おお、温泉に浸かって観光して、そして夜はもう部長ったら。と脳内がお花畑なお二人ですが、一方二人が勤めている会社の社長室では大変なことが起こっていました。社長大変です。どうしたんだね、来年度からの事業計画書はできたのか？それが こちらなんですが。なんだこれは、来年からは黒字になるんじゃなかったのか？思うように視野が奪えなくて、しかも初回だけ使って離れていくユーザーばっかりなんです。このままだとポイントをばらまいただけで終わってしまいます。なんてことだ。このままではまずいです。銀行に融資をお願いしに行きましょう。そんなの無理に決まっとろうが、ポイント還元採用に驚愕の融資を受けたばかりだぞ。ではどうしたら？父さんだ、計画倒産の準備を進めるぞ。社員たちには絶対に知られないようにしろ。それから数ヶ月後。カナエ、そんな大荷物持ってどこに行くんだ？これから出勤だろ。ヒロシ起きてたのね。ああ、それよりそんな大荷物どうすんだよ。これはそう、最近仕事が忙しくて会社に泊まることが多いから、お泊まりセット一式を会社に置いておくことにしたの。じゃあ行ってきます。怪しすぎる。嫁の様子に不信感を抱いた俺は、本当は今日郵送する予定だったマカロン社宛ての書類を嫁の素行を調査するついでに直接持っていくことにしたのです。こんにちは。いらっしゃいませ。どうもどうも、マカロンペイの書類を持ってきました。わざわざありがとうございます。郵送でも大丈夫でしたのに。近くに来たついでに寄っただけなんで気にしないでください。そういえば御社のポイント還元キャンペーン、すごいですね。こんなこと聞いちゃあれですけど、 1000% って収益大丈夫なんですか？さあどうだろう、わかりません。社長は大丈夫だって言ってたし、大丈夫なんじゃないですかね。そうですか。実は知り合いがマカロンペイの担当部署にいるんですよ。星
かなえさんって人なんですけど、最近残業続きであんまり家に帰ってないって言ってたんで大丈夫かなって心配で。え、欲しいかなえさんなら最近ずっと定時で帰っていますよ。急性で言ったのに通じた。あいつさては結婚してること隠してるな。しかも聞いてくださいよ、かなえさん今日から3日間有給取ってるんです。なんでも彼氏と熱海に行くとかで自慢されて。あら、なんだって。その話詳しく聞かせてください。いいですよ、聞いてもいないのに自慢されて誰かに愚痴りたい気分だったんです。大変ですね、そうなんですよ、彼氏は誰よりもダンディーだとか、お金持ってるから欲しいもの全部買ってくれるとか、毎日毎日自慢ばっかりで。それでここだけの話なんですけどね、その彼氏って同じ部署の部長なんじゃないかって私は思うんですよ。片倉部長って人で、かなえさんの直属の上司なんですけど、勤務中も2人で外回り行くって言ってどっか行ったり、ミーティングだとか言って2人で会議室入っていくんですよ。しかも実はその部長も今日から同じく3日間有給取ってるんです。絶対怪しいですよね。絶対怪しいですね。部長も既婚者なのに何やってんだって感じですよね。大平さんはあんな不倫するような人と結婚したらダメですよ。ちょっと何言ってるかわからない。ちょっと俺休養を思い出したんで失礼します。かなえさんと部長によろしく言っといてください。勘のいい視聴者さんならもう分かったと思いますが、今朝嫁が大荷物を持っていたのは不倫旅行に行くためだったようです。女子社員から話を聞いた俺はすぐさま不倫旅行先の熱海に探偵を派遣しました。旅行は2泊の予定だと聞いていましたが、探偵から調査結果が送られてきたのはなんと翌日の午前中。どうやら嫁と真男は不倫がバレるとは微塵も思っておらず、まるでパーコかってくらい連射しまくっても気づかれなかったそうです。証拠と一緒に満喫しましたというメモ書き、そして大量の熱海のお土産が届きました。遊んでんじゃねえよ。温泉まんじゅうプリンうまいなあ。ニュース中継なんかあったのかな。ほっ、これは。もう明日帰らなきゃいけないのか。帰りたくないな。まあそう言うなって、また連れてきてやるからよ。やった、約束ね。け、旦那からだ。ちょっと待っててね。もしもし、ヒロシです。ちょっと今忙しいから後にして。忙しいってなんで。今大事な会議中なの。後ろですっげえ波の音してるけど、お前の会社海辺で会議すんの。そうよ、ほら波の音にはヒーリング効果があるから、波の音を聞きながら開放的な空間で会議すればいい案が出るかもしれないでしょ。そりゃ画期的な取り組みですね。でもお前の会社も会議してる場合じゃないと思うけど。何？どういうこと？テレビつけてみなよ、そしたらわかるぜ。何よこれ。前んとこの会社電子マネーの還元キャンペーンやってただろ。あれで会社の資金がなくなって倒産するんだという。倒産？うちの会社が倒産ですって？何？そんなバカな。そう、俺が見たのはマカロン社倒産のニュース中継でした。どうやら 1000% という無理な還元率を設定した上に、その還元の対象者を制限しなかったのがあだとなり、利用者が予想をはるかに超えてしまったようです。その上、還元は初回の利用のみと明言していたため、1回だけ買い物に使って離れていくユーザーが激増。結果、資金の回収の目処が立たず、負債が膨らみ倒産するしかなくなってしまったのです。かなえ、これはやばいぞ、急いで帰ろう。せっかく来たのに。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。やっと着いた。なにこれ。会社のやつらと報道陣まで嫌がる社長の野郎、勝手に倒産なんぞしやがって。まあいい、俺は優秀だからな、新しい仕事なんてすぐに見つかるだろうよ。そうよね、大丈夫よね。ところがギッチョン、そんなのお天道様が許しても、このヒロシ様が許さないよ。ヒロシ、お前らには不倫の慰謝料を請求させてもらう。証拠はたっぷりあるからな。ついでに探偵に請求されたお土産代も上乗せしてやる。許してヒロシ、ほんの出来心だったの。そうだ、こうしてプライベートで会ったのだって今日が初めてだ。嘘つくんじゃねえよ。お前らが会社で不倫してたっていう証言も集まってるから、言い逃れしようったって無駄。そんな、許してください。その後、報道された通り会社は倒産。翌日に記者会見が行われたのを見て、やっと嫁と真男は諦めたらしく、しぶしぶながらも離婚と慰謝料請求に応じました。仕事を失った嫁と真男は新しい仕事を探したようですが、真男の嫁からも慰謝料を請求されたせいで支払いが追いつかず、トリプルワークでシャニムに働いているんだとか。もう食べ物を買うお金もない。もう何日食ってねえんだ。
これはマカロンペイのカード。そうだ、一回もポイント使ってなかったから結構残ってるはず。これで食べ物が買える。なんで使えないのよ。誰か私にお金を恵んでください。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。